NHK 沖縄放送局は日本放送協会の沖縄県の地域放送局である。沖縄県を放送対象地域とする中波放送、超短波放送及びテレビジョン放送の県域放送を行う。開局は1942年3月19日であるが沖縄戦でちょうど3年後に機能停止となり一旦廃局。その後、 1972年5月15日の沖縄返還で沖縄県が復活したことに伴い沖縄放送協会の業務を移譲する形で設立され復活した。この時はちょうど開局30周年に当たるきりがいい年であった。過去には戦前の歴史とは別とする見方が一般的であったが沖縄県内で米軍をめぐる。 諸問題がいろいろと起こるようになると、それを語る上では、戦前の歴史は切っても切り離せないという現実から、本土復帰40年に再始一時断絶を踏まえ、終年という言葉は使わないものの、戦前からの歴史を継承し、前述の1942年を正式な開局日とした。ただし、それでも開局順では NHK 佐賀放送局よりも後となり、 現段階でも九州、沖縄ブロックの最後発放送局であることに変わりはない。スタジオは2006年3月5日まで県庁所在地の那覇市ではなく、富城市にあった。そのような経緯から、一般的な NHK の放送局では、放送局所在地の氏名を使用するのだが、当局のみは、例外で NHK の放送局名に、過去も含めて唯一、 県名を用いた放送局である。また、富城市の市政施行前の旧島尻郡、富城村時代は NHK 放送局の中では唯一村に所在する放送局でもあった。放送会館の那覇市おもろ町移転後、旧会館跡地は富城高安テレビ FM 送信所として送信機能のみが残されている。本島周辺と先島地区では、 地上デジタル放送を含めたすべての放送サービスを利用できるが、大東諸島は地政的要因により2019年6月時点で以下の通りとなっている。ジョップは戦前、沖縄放送局に指定されていたが、1945年の終戦とともに廃止され、戦後は前橋局の FM 放送にジョップ FM として指定された。その後、 本土復帰に伴い沖縄放送協会が NHK 沖縄放送局に改祖される際、新しく開局する沖縄局にジョップを指定する方が望ましいという意見があり、ジョップは前橋局から沖縄局に譲られた。これに伴い前橋 FM 放送はジョットップ FM に変更され、この呼び出し符号が指定されていた京都 FM 放送は、 予定されていた第一放送廃止が取りやめになったこともあり、10区 FM に変更された。大東諸島では地理的、技術的事情により、1984年5月の衛星放送実験放送開始から1998年4月に地上波再送信放送を開始するまで衛星放送による放送で同諸島をカバーしており、その後も続けられた。 いずれも BS アナログ放送を地上波に変換した上での放送であるため VHF アンテナで視聴可能であるもののアナログ放送が終了次第中継局を廃止する可能性が高いなお中継局では BS デジタルチャンネルは放送されていない那覇市内にある坪根から離れている場所でのニュースの取材などに対応するため本島中部の沖縄市と北部の名護市の2カ所に 支局がある。また、かつての沖縄放送協会放送局があった、先島地区に、報道取材と受信料事務、受信相談を受け持つ、事務所を設けている。ありがとうございます。